1940年、ロベルト・ファリナッチ。ロベルト・ファリナッチは、イタリア王国の政治家。ファシスト党の機関紙や新聞、雑誌など、広報関係の責任者で反ユダヤ主義。親、ナチス・ドイツの高派で、ムッソリーニに批判的だった。モリーゼ州出身。幼少時に、警察勤務の父に従って北部に移住し17歳で、クレモナで、電信技師として、 鉄道従業員になる。駅長に昇進し、第一次大戦中には従軍していたが、鉄道員の特別兵役免除によって前線から呼び戻されている。戦後は、イタリア戦闘者ファッシ設立に加わり、クレモナで暴力的なファシズム運動を展開し、地域のボスとなる。国会議員に当選し、ムッソリーニ政府成立後の1925年には、 当初機長を務めたが、ファシズム体制の妥協を批判して、強硬路線を主張したため翌年に解任された。以降も、党を中心とする国家体制を提唱し国家の要職にはついていない。第二次エチオピア戦争が近づくと飛行訓練を受け空軍のパイロットに志願した。これは第一次大戦時の名誉挽回もあった。しかし、 飛行中退に参加後の数週間で釣りで大怪我して右腕を失った。この真相は隠され演習中の事故と発表されファシストの英雄扱いとなる。以降、対外的にファシストの代表となり1937年にスペインに特使として派遣され数軸国同盟の積極的に推進していく。1943年のファシズム代表議会の ムッソリーニ解任に賛成したが、用済みとなり、新政府に逮捕されかかったため、ドイツに亡命した。サロ共和国の主犯に検討されたが、ムッソリーニを批判していたことをヒトラーが激怒したことも、あって外された。クレモナにいたが、連合軍が迫ると、スイスに向かって、車で逃亡し、パルチザンに逮捕され銃殺された。遺体は、ミラノのロレート広場で、 ムッソリーニたちと共に吊るされた。ありがとうございます。